フランシス・プランケットサー、フランシス・リチャード・プランケットは、アイルランド生まれのイギリスの外交官。1884年から1887年まで、中日英国講師を務めた。アイルランド貴族の第9代フィンゴール博、アーサー・プランケットの六夫として、ミーズ県コーワルトンホールに生まれた。バーミンガムのオスコット地区にある、セント・メアリー・ローマン・カトリック・カレッジで教育を受け、 1855年にミュンヘンの公使官員に任命された。その後、ナポリ、ハーグ、マドリッドサンクトペテルブルク、コペンハーゲン、ウィーン、ベルリン、フィレンツェで勤務し、1873年に日本公使館の一等書記官となる。さらに1876年に日本を離れると、サンクトペテルブルク、イスタンブール、 パリで外交書記官を務めた後、1883年にハリーパークスの公認として中日公使に任命され、1884年3月に香港を経由して東京に着任した。1887年8月にストックホルムへ転任となり、1893年からブリュッセル公使を務め、1900年にはウィーン大使となると同時に、 数密顧問官に任命された。1907年にパリで死去。中日公私在任以前から日本では西洋列強との不平等条約撤廃の世論が高まっており、さらに在任中の1886年にはイギリス戦績の貨物船によるノルマントン号事件が起きている。居留地のイギリス商人は領事裁判権の継続を望んでいたが、プランケットは条約改定に 柔軟な姿勢を見せ、商人たちとの対立を招いた。また、知人であったドイツ公使のフォンホル・レーベンとは共に、条約改正会議の合同覚書きを提出するなど、不平等条約の改定に向けて協調する一方、伊藤博文や青木修造ら日本政府の要人が、ドイツよりの政策を取っていることへの抗議を行った。結果として、プランケットの在任中に不平等条約の問題が、 解決されることはなかったが、元イギリス駐日大使のサー・ヒュー・コータッツは、失敗は彼の責任ではなく、日英関係に対する彼の貢献は、記録に留める価値があると述べている。外交官としては有能であったが、外交部門の出身であり、日本語を習得していないなど、決して東洋の事情に精通していたわけではなかった。1870年に結婚した夫人ともども、 社交的かつ紳士的な人柄は赴任した諸国で高く評価されており、1887年に日本を離れる際には、居留地の住人や各国公使など多数が見送りに訪れ、ウィーン大使在任中は二重帝国の問題に有料を示すなど、オーストリア人に受け入れられており、皇帝からも敬意を表されていた。ありがとうございます。